無理難題を頼まれるのか。そうなんですよ。悪夢が生まれてきますね、こちら側としては。確かになんか本当に悪夢ですよね。嫌ですね。もう管理に戻るのはいいかなって。おかしいだろ、会社じゃなそうだよろ。だからです。おはようございます。おはようございます。お久しぶりで、やっと来てくれましたね。超久しぶりですね。なんか辞めた説も出てるし、ね、だってなかなか予定が合わないんで。そうそう、ちょっと時間取りますね。なんで、そうですね、ちょっと遠い、ちょびっと遠いですね。ね、で今日はなんと、社長に無理難題を頼まれました。そうなんですよ。ちょっと無理な、ね、無理難題を頼まれて、今ジムにいる労務関係やってるヌレレちゃんを、うん、社長が人事異動で活外店に移動させてからヌレレちゃんを、ジムから、それを私と一緒に説得して一緒に説得してほしいみたいな、ヌレレちゃんを、うん、まあ、みのりちゃんも住んでるの、まあ、春日井店からはちょっと正直遠いし、確かに私がジムを抜けるという時にみのりちゃんが代わりにやってくれて、まあ、結構もう自分のポジションとか確立してきてるのに、ね、また移動みたいな。で春日井店も結構かなり今人が少なくて忙しい。辞めちゃいますしね、一人辞めちゃうし、かなりきついし、その通勤に時間かかるってなったらきついと思うから、説得できる自信はマジで全くないです。マジで。頼まれたけど。マジでない。あ、ミエルちゃんもともと春日井店じゃないけど、別の店舗で一応現場管理やってて、本社に来て、でまた次春日井とかへみたいな、ちょっと振り回されてるんじゃないけど。入社して、同じ時期に入社したから今5年目だけど、5年目でちょっと振り回しすぎかも。だって現場もやってて、そうそう、現場もやってたことあったから、ね、でカメラマンもやって、そうそう、また現場管理に戻れっていうのは、うん、ちょっと社長に頼まれたからちょっとしょうがなくてはないけど、ちょっとねみたいな。ちょっと呼んでます。呼んでましょうか。いるか。いや、ちょっと、いや正直ちょっと自信ないです。はい、カメラマンって言うしかない。本当に悪夢ですよね。私本当に思います。管理最初、はい、1年、2、3年ぐらいやってた管理ですかね。はい、職人1年、半年ぐらいで YouTube か。はい、カメラマンやってます。半年ぐらい YouTube どんくらいやってましたか。半年で一番忙しい。5年、5年ぐらいだもんね。それで自信ないです、正直。もう悪魔ですよね。もう本当になんか罪悪感生まれてきますね、こちら側としては。確かにちょっとなんかすいませんってなって。そう、本当にこういう感じはいかなるものをしてでも、ね、私は成長させてくれたわけですよ。私はじゃあ嘘とかね、人を騙すとか、人を刺すとか、騎士の精神に反するみたいな、そういうことだよ。カメラを後ろから刺すみたいな。本当にそうですよ。よしカメラ向けられるプレッシャーじゃない。ちょっとだいぶ緊張感は本当に、ね、これ使われるんじゃねえかっていう意識で変なことも言えるし、こんなに喋りたいのに何て言ったらいいか分からない。もうそれ言うのやめようとかなっちゃうじゃないですか。言っちゃえばなるよな。そうだったらちょっと本心じゃないに分かりましたっていうことになっちゃったら、それはそれちょっと可愛い。ちょっともうそれはなんかもうカメラ外で話にもらうしかなくなりますよ、二人で。センスの1、はい、彼女の気持ちじゃなくてそういう気持ちにさせること。もう誘導人を気持ちにさせること。その2、相手が喋らなかったらこっちが喋りまくれ、追い詰めるってこと。怖い、本当に。その3は愛を持って接すること。ね、じゃあ応援すること。彼女がそうなったことで会社のためでもある、お客さんのためでもある、でも彼女のためでもある、で飲ませること。お疲れ様です。お疲れ様です。どうされたんでしょうか。じゃあ何で呼ばれたと思う。いや、何で呼ばれたと思いますか。ちょっと全く分かりません。全然、はい、いや実は、はい、もうお前ロームのこと分かってる。はい、春日井のあいつ、お世話になっ
1月末1月いっぱい、はい、その後の春日店のパンで誰がわかりませんあお客さんは困るかな、いろいろ考えたんだけど、はい、今管理やってるやつ経験があるって言った会社に対応おるかな、そんなやつ、まあ、見てるやってた、まあ一応まさかカメラ回ってるんだよねこれ、はい、分かるよねそういうことですか、公開春日井店の管理探しちゃおう、探してもじゃあ見つかっちゃってる いいかなとか悪いかなとかじゃない、はい、困っとるわけよ会社、まあ管理はやりたくないって言ったらな、もともとで辞めるってなったんだな、はい、確かで俺はお前に5年間お願いしたことはそんなないはずだよ、はい、お前がこうしたいって言ったらそうかな緑って、はい、いいよ緑って言い続けたはずだよ俺はねっフリーちゃん、はい、貸しがあるはずだよ、いや、嫌ではないわけ、いや、嫌ではない、なんでかな、なんで、そうですね、うん、緑にはやって管理した方が、はい、いろいろまた世間につながるんじゃないかなと思うことでしょ、そうですね、はい、だから俺たちはされてるね、はい、言わされてない、いやいやいや社長に言わされてない、言わされてございませんよ、ございません、どうかな、俺は成長につながると思うんだけど、まあいつが死んでるから使えんもん出るよ、何に使えるの、あ、管理、ゲーム管理、管理ってやっぱ自分の管理もできないのに結構なんか難しいイメージがあるから、難しい、結構難しいよね、そうですね、難しい、覚えるのに大変だと思う、色でもそうだけど何種類もあるか、でも覚えることはまあ覚えちゃえば、だけど職人に結構大事だよね、そういう、ね、まあ、職人さんと仲良くなるのがちょっと大変だよね、私は大変だったと思う、上からバーンってね偉そうに言うのは簡単だけど難しい、うん、結局してるんだよね、怖いね、結局してるんだよね、カメラ回ってんだぞ、いいんかそれで、しっかり回ってんやぞ、いいんかこれ公開されちゃうよ、はい、あ、今の仕事は何、どうなの、やりがいがあるの、そうですね、例えば聞きたい、そういうとこはやりがいがあるのかな、責任感がなんか強いですね、なんか自分のことじゃないんで、社員のことがベースとなってるので、管理のやりがい感じるでしょ、例えばどういう感じ、伝えてあげて、あ、管理のやりがいとか同期の彼女に伝えてあげてそうですね、まあお客さんに感謝されて嬉しいので、別に当たり前だから正直言うまでもなくて、うん、やっぱりなんか会社にちょっと利益残せたみたいなの方が快感かもしれないかなって、あ、例えばこう無駄な経費を削減したとか、あ、そうですね、はい、お客さんから追加もらえたとか、はい、一生懸命やっとったらこういうことでやれるのみたいな聞かれて、はいはい、あ、じゃあやれませんいつもいたしましょうかみたいな、はい、またちょっと違うんじゃない、やっぱりこうやって1年半とかまた SNS アもやって、はい、一緒に現場とか行って職人もいろんな人も見て、うん、ジムでやっぱまた全体、まあ、それこそ給料のことも全部そうだよね、いうのを見て、またこうやって現場もちょっと違うのかなと思うけど、そうですか例えば期間決めてとか3ヶ月とか、まあ、6ヶ月とか、もうこんなことやりたくないよどういうふうにしてたのか、まあ、そうですね、まあでも、なんだろう、一回、まあ、私いや、にらみつけたって言うよね、どういうふうにして何お前気をつけてんだみたいな感じめっちゃ映したい、顔撮りたい場合はどういうふうにしてたらいいんだろうねって言ってパッて顔見たよ、はぁ私の味方でしょ、いや、いや、いや
なんか管理をだけをやってた時はそれしかないっていうか、なんだろう、それしか知らないから、なんか全体像見えるしね。そうですね。なのでそのなんか、あ、やばい、 お客さんから電話だみたいなんでやんできたり、なんかもう電話の着信音がいつも聞こえるみたいなことがマジで。マジで今もないの？でもなんかその感覚は、でもマジ現象はなんかガチで、マジでなんか減ったっていうか、そんな気にならなくなった気が本当にしますね。全然違う角度から会社を見るじゃないけど、うん、ちょっと違う角度からの責任感みたいなのも味わった上で、また管理したら、でそんなになんかそこまで電話の恐怖はマジで減ったと思いますね。管理嫌だったのかなって思いやった。いやでもそれですね、電話とか一個つまずいて工期が伸びて、真面目なんで余計になるんだよな。若い時ってまあ真面目だから、若いから確かにもうなんか全部気にしちゃうみたいなのはマジであったと思いますけど、なんか いいのか悪いのか分かんないですけど、完璧に全ての行動を間違いなく選択できるなんてありえないからみたいな感覚が分かったっていうか、なんかいろんなこと経験して、そうですね、それこそもう、まあ、一通りいろいろやってきて、もう管理に戻るのはいいかなって感じがした逆に、あ、逆に、はい、あ、違うなって、自分も散々やって、はい、これちょっと私ちゃうわって違います。あ、そ、自分の得意分野が違うと、はい、あ、ジムが向いてると、はい、まだ分からんよ、お前何歳？27です。27でしょ、はい、俺今でも分かんないよ、こんな29から。会社経営して飛び職でやって、塗装やって、で俺もずっと経営者は向いてないと、自分のこと、人に管理された方が俺は最強の力を発揮するから。もう最近ちょっとないけど、やっぱ決めつけるのは早すぎるから。まあでも管理じゃなくてもいいのかなそこがいいかもしれんけども、はい、困っとるわけだよ、みんなが、まあ、そうですね、そこが第一。そうそうそう、そこが大事ですよ。でもお前の今力しかないよ、うんね、あのマロンジムの子は経験ないと、一人がまだ来てまだ1年経ってないと、一人はもう3年だけどジムしかないよね。ミオはまだコミュニケーションができないと、ため口でしか喋れないと。そんなことない、あなただからね。おかしいだろ、お前社長だと思うだよ。あなただからね。じゃあ一回考えてみ、ただ俺はお前のお願いを2回か3回は必ず聞いてる。せこいって言ってたよ。せこいってお前声入ってるからな、こっち。マイク入ってるけど、なんて言った？せこいですよね、私の研究は。いや、でも実はや。いや、実はだけど、それを今考えたの。別に、やめてくって言って、やめろって言ったわけじゃないよね。俺、本当にその時言ったもんね。別に今お前が多分やめても、俺にとってそうはないと。やめるのはいつでもいいけど、一回やってみたらって伝えたよね。二人で泣いたよね。泣いたよね。はい。あの時の気持ち忘れた？いいえ。まさか忘れた？忘れてはない。振られた彼女みたいな言い方が。あの時の気持ち忘れた？忘れてないよね。はい。とにかく話そう。一週間ぐらい。ないです。ない。そうなっちゃう。バーン。はい。想像だけで、いや、やんなくていい。じゃその想像だけしてみて。やんなくていい。もう分かった。やらなくていいから、はい、その一緒にも話そう、お話ししよう、また二人で泣き合おうと思います。お話しでしょ、お話だけならいい、はい、それはちょっと動画にするか、まあ、別として、はい、まあ、今回、まあ、動画カメラ回しても欲しいかったから、ね、ね、もしなった場合は、まあ、報告しますけど、まあ、多分これはちょっと難しいかなって、ちょっとキッチンも大事、まあ、面白いんだろうな、楽しいんだろう、やりがいもあるんだろう、はい、はい、まあちょっと視聴者の人からしたら不完全燃焼かな、俺か俺が一番ね、俺じゃんかやってますが、はい、まあ会社のリアルの障害はね、そうです、はい、あ、そうそう、チャンネル登録あと4900人ぐらい、800人ぐらい、年内行きたい、両親も行きたい、20万人ですか、20万人、あ、行きたいですね、60%、70%の人がチャンネル登録してないだし、はい、あ、結構せずに見てるんですね、みんな登録ぐらいにしてや
してください。まあ新島に行ったらなんかちょっと企画も考えてることがあって、新島のまあライブとか企画、まあ、イベントとかいろんなこと考えてますんで、まあ、いかんかったら意味ないんだけど、また年始ぐらいに行ってくれるとちょっと暇時期じゃん、また3月4月から忙しくなるから、はい、その時期にちょっと面白いことやれたらなと思ってますんで、まあちょっとポチッと押すだけなんで、はい、ぜひね登録してください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあみんなでいいよ、せーの、管理するぞー。グーグー手を押した、手を押したグラーってせーの、またねー。 OK。